さあ、いきなり始まってしまいましたよ。俺が飲みの前にレッドブル飲んでる場合じゃないんじゃないですか。レッドブルうめえ。僕ね、あのレッドブルのおっかわりが大好きなんですよ。いや、もう今日はあれ飲もう。あれで今日もね、ハートカーの時飲んじゃおう。ハートカーの時飲んじゃうみたいな。ハートカーの時飲んでしまいしょ。じゃあ飲んでね、ドランカーデスマッチ、ね、ドランカーデスマッチ、火吹こう。そんなこと言ってると、そんなこと言ってる間になんか進んでんな。え、今、ね、ヘッドロック決めてるのが大輝選手ということで。大輝ね、これでデビュー3戦目だからね。ああ、デビュー3戦目の高校2年生今若いですね、17歳、16歳かな。あっという間、 AK もね、昔 NKW に入ってて、もちろん俺様もいたんだけども、なんかあっという間だな。ね、もう AK 選手はプロのリングにも上がったりして、うん、そんなね、AK 選手に大輝選手が挑んでいく一戦みたいな感じなんですけれども、水めっちゃ垂れてるけど大丈夫、うん、スピーカーにかけないとよ。やっぱり JWAVE に出た男ですから、俺はね、もう水も滴るいい男だぞっていうことでね、言いたいわけです。お、なんだなんだ、おおおおおあー、さあね、飛びついてって、これ飛びついてって、最後ニードロップみたいに落ちたね。やっぱね、リングのね、パッドコンディション、それがあるから。大変ケースの大変ケース、選手から離れてください。大変ケース、難しいよね。じゃあそんなリングの状態が悪い中で何言うのか。ごめん、ちょっと一言言って、大谷に全然俺見えないんだけど。おお、飛んだ飛んだ、見てない。そうそうそう、この二人はね、すげえ飛ぶから、すげえ飛ぶの。今すごかったです。飛ぶって言っても悪い意味じゃないですよ。危険、ね、危険プロレス、危険プロレス、NKW 危険夏プロレス、NKW はい、大変気です、大変気です、離れてください。はい、痛い思いしたくなければみんな離れろよ。離れなかって、あれでそれで怪我しても、こっちは何も文句やる筋合いないからね。大輝選手もしかしたら藤田山の選手から離れてください。田んぼのところにいる女の子にいいところ見させていったんじゃないですか。お気をつけください、お気をつけください。ガチロガッ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 ガチ鯨山のてっぺんでね、昔ね、誰かが実況で言ってたよ、あの鯨山には NKW のかつての選手たちが眠っていると。ということは最近トンドミラクルだったの最高、やめましょう。危険ポリでやめよ。分かる人はね、もう多分3人くらいしかいないんですけどもね。さあ、まあね、このこちらから見てる人も思うけど、あの NK あるあるね、絶対そんな近くに行かないで、ずっと遠くから見る。だね、みんなね、何してるか分かんないですから、お気をつけください。近寄って怪我、やばいよ、ね、血の上、血の上、チャンスです、お気をつけください。あげゃーあげゃー。まあ AK 選手もね、やっぱプロのリングではなかなか外で試合するなんて経験ないでしょうから。みんなさ、すごいね、ラーメン撮るみたいに写真ずっと撮ったけど、お出前を撮るような感じブログアップしちゃうの、ブログ。もう多分ね、今日も NKW でツイッター検索するともう山のようにエゴさん、エゴさん出てきちゃうみたいな。そうよ、エゴさん、ね、リツイートして、リツイートして、 RT、 おおドロップキック。あのね、やっぱ土の上でやるっていうのはすごいと思うよ。うん、バックヤードみたいな。危ない、お気をつけください、お気をつけください。うっそ、うわー、すごい。いっそ何か、多分あの転がってるうちにトラバターみたいに AK のあの足が緑色になっちゃった、サンボみたいに。お気をつけください、お気をつけください。はい、気をつけろ、気をつけろ、てめえら気をつけろ。全部の試合でね、どこ見て試合見とんじゃい、クレイ。みんな全部の試合でクジラ山登ってきますけど、ね、あのみんな大好きクジラ山、みんな大好きわんぱく夏祭り、まあ一年呼んでいただいて本当ありがとうございます。本当にそうですね、あっちゃーす。ドラゴンが過ぎんぞ。あのオレンジ色の服着たおっさんがね、すごいすごい一番声が出る、そして一番体がでかい。なんだなんだなんだ、アイドルのイベント、大変危険です、大変危険です、選手から離れてください。危ない、大変、うわぁ、僕ね、危ないことするために嘘しかもう言えない、ね、もう何も言えない、何も言えねえ、超気持ちいい、気持ちよくねえよ、黙ってないです。
お疲れ様です。疲れてねえよ。ちょっと酒井さん黙ってないで。僕ね、ちょっとそういうこと言われて。試合時間5分経過、5分経過、ファイミースター、ファイミースター。5分ですよ、5分。この試合ね、やっぱもちろん2人とも飛ぶんだけども、はい、やっぱ AK はなかなかそういうハイフライムーブでずっとやってきた選手で、しかも体つき具を見ても多分パッと見でも大輝の2倍くらいあるよ ね、 あれで飛ぶからすごいインパクトはやっぱりありますよね、うん、だから結構やっぱこれ大輝辛いと思うね。何に関してもちょっと AK の方が上になっちゃってるから、そこはなんとかね、どう崩していくか。そうあると思うんですけど、僕ね、あー痛い、円錐切り、あっ、レッグドロップ、ギロチンドロップをね、こう前途ある高校生の首をね破壊して、いやもうこれで